こんにちはこんばんはイノポンです本日もよろしくお願いします第6章にコメントがありましたマルマさんありがとうございますそのコメントに対して自分なりに答えを考えた結果は初歩に変えてみて全てにおいてその人に合ったフォームが重要だと思いますイノポンの無理のないフォームについてお話しします 玉をつくためのイノポンのルーティーン9つもお話していきます関節のお話もありますのでご参考にしていただければよろしいと思います骨格の違いで全員が全員同じことができるとは思いませんが参考になればいいと思いますすべてにおいて理由があります言葉にするのが難しいので変な日本語かもしれませんがよろしくお願いします よくわかるアナウンサーさん、お願いします。ルーティーンに入る前に先に、球がまっすぐに触れる手の握り方、ルールルルーのお話を先にお話しします。何ですか皆さん、イノポンの国からです。物理学でお話しします。画像をご覧ください。腕、手首、中指の画像です。 一直線を引きます。一番腕の中心線の上側にあるのが中指です。まれに薬指が直線状になっている方もいるので一概には言えませんが通常の方は中指が腕の中心線状になっているわけです。気づかれた方もおられると思いますが実は中指から球を持ちます。これは一番 関節が素直に触れ、当たる場所になります。そうすることで、球がまっすぐに出ます。次に、薬指、親指、人差し指の順番になります。どんな持ち方というと、狐の影みたいな感じです。ついた瞬間の位置が特に問題で、中指がその方向に向かうようにすれば、こねる確率がかなり抑えられるのです。 イノポンは中指と薬指で方向性を決めています。握る加減は人差し指でするようにしています。この人差し指はもちろんキュートの隙間は隙ません。こうすることで限りなくまっすぐに触れる形が出来上がります。ただし弱い加減でつくときに限られます。入れ位置するときはかなり 高確率で当て前に誘導できます。ここ一番という時はかなり使えるのです。密かに教えたほとんどの方がこのルールルルーの持ち方をして入れの効果が上がっているのが事実です。ぜひ一度試してもらいたいです。これは確実なフォームを固める一環として記憶しておけば良いと思います。ただし 死体が中指動作になりますので、強すぎる玉突きには向かないですが、まっすぐつける自信が湧いてくるのは、大きな事実なのです。では、ルーティーンのお話をいたします。第6話にコメントをいただきまして、ありがとうございました。お約束した通り、コメントを課題に、イノポンがフォームに入るルーティーンで、気をつけることと、 順番についてお話しさせていただきます。今回のテーマは、1、肩幅開いて二大立ちからの、2、左足の始め半歩は右足軸で回転し、肩の位置は変えずに残す。3、フォームの高さ調整は股関節で。4、左手は上から。5、左手は伸ばすのは、 肩の形が決まってから。6. イノポンはバックストロークはしない。7. 高いフォームは効き目で見れない。8. 右手左手の持つ位置、距離感が大事です。9. 入れの向上、確実性を増やすには顎。では、1から9を詳しくお話しします。1. 仁王立ちの。大きなフォームは皆さんの。ご存知の通り、 安定感につながります。立つならこれがいいですね。逆に、両足の立つ幅が小さい場合は、目の高さ、体幹にも比例し、肩の位置、肘の位置にも影響を与えるのです。肩幅開いて立ちますが、肩幅って認識できにくいのです。鏡で確認すれば、もっと広げないといけないのねって、思うのです。 イノポンの感覚で言えば、どっしりと、立っているなって、思うくらいが、良いと思います。試合で、この人上手いなって、思う人は安定感、半端ないですよね。仁王立ちとは言わないけど、それに、近いくらいが良いと思います。これから勝負に臨む姿勢が、つわものになれる心、アドレナリンと、 テストステロンを最強にして臨むのがベストです。では、この安定感を保ちつつ、フォームに入りますが、この足の開きでは、股関節が使えません。股関節を使うために、股関節の動きに合わすために、イノポンは、右手で球を振るので、右足の向きの方向を変えます。球の方向に対して、約30度くらいです。 いくら広げても45度までです。それ以上開くと、きれいに股関節の動きが使えませんので注意です。重要なポイントになります。では、次に、2、左足の初め半歩は、右足軸で、回転し、肩の位置は変えずに残します。左足は半歩、右足軸で回るようにします。一歩出ると、 股関節を使った動きで上半身が下がる際に左足が直線上になり邪魔になります左足が半歩右足軸で左足を回すようにします右足軸で左足を回すように出れば肩の位置はずれないのですでは問題の映像です通常に左足を一歩出すと肩の位置が前にずれ べてに影響が出ます。肩の位置が前に出てますよね。一歩出ると当たり前だけど、体がついてくるのです。肩が前に出ます。懐も狭くなるし、距離感も測りにくくなるし、いいこと全くないです。これでは一番つきやすい。ところで構えられません。前にいくと、ストローク幅が小さくなり、短く球を持つことになり、 肩で球をつく原因にもなるのです。ご覧の通り、肩の方向は変わりますが、位置は変わってないように見えると思います。肩の方角のみは変わります。9の向きは、少し右には向きますが、フォームで構えた時に、あなたが一番、無理のない、自然に腕を振る腕の形になります。イノポンが言っている、斜めに球を振れるようになります。 重要なポイントになります。3. 二大立ちから足の形ができましたら低くするためにフォームの高さ調整は腰で曲げるのではなく股関節を使います。その股関節ですが使い方をよく聞いてください。そもそも腰を曲げる動作は人間には腰関節がないのです。骨で重たい荷物を持てるように なっているのかもしれませんここは最も大事なことそれは半歩です一歩出ると股関節は使えませんそして曲がる股関節の位置に左足があると邪魔になり股関節が使いにくくなります右の股関節を使うためには右足の向きがあります人により股関節の角度が若干違いますが球をまっすぐ構えたところから イノポンは35度ぐらいです。広くても約45度くらいまでです。それ以上は股関節は使いにくくなるのです。高いフォームの多くの方々は股関節を使ってないように見えます。そして90度になると全く股関節は使えないので前のめりで構えてしまうしかないのです。肩の位置が前になってしまうのです。 左足は半歩以上は出ないことが鉄則。半歩だと股関節を入れながらお尻を出すことができるので肩の位置を動かさないように低く構えられます。その時、球を出す方向にお尻をまっすぐ後ろに出すことで肩の位置が動かずに低く構えられるのです。お尻を後ろに出さない場合は前傾姿勢になるので 腰痛の原因につながり肩は前に行くと懐が狭くなるので要注意です懐が狭くなると右手は球の前側を持つ形になり肩で球をつく要因の一つになります股関節をうまく使うことで低くしても腰の負担が少なくなりお尻が出るので前のめりになりにくくなりかなり低く構えられます球突きにはく要因の一つになります股関節をうまく使うことで低くしても腰の負担が少なくなりお尻が出るので前のめりになりにくくなりかなり低く構えられます 低いフォームが求められるのです。正確な厚みと本当の球の軌道、下の動点をきちんとつくためにしていただけたらいいです。前屈できないイノポンでも、股関節を支点で曲げ、お尻を突き出せば、左肘柄車におけるフォームになるので、左手がさらに固定され、左肘を置くことで、さらにストロークは安定します。 股関節を取り入れた運動を紹介します。つくみちゃん、体操服でお願いします。昔、ラジオ体操の途中にあった運動です。1、2、3。うんうん。ナイス。そんな感じ。いいですね。次は、イノポンです。体が硬いので、まっすぐ、前屈は無理。腰は曲げれないです。 股関節を使った横向きならできます。これが股関節の動きなのです。低いフォームもできます。股関節とお尻が重要なポイントになります。4. 左手は上から持ってくる。では、通常に球を持たずに直立不動です。ブリッジを組む手を上に上げていきます。少し内側になると思います。約80度くらい上げます。 イノポンは左手を上げます。そして、左手を少しずつ伸ばしていきます。するとある程度まで伸ばしていくと、肩が回る位置があります。ここまでなら、肩に影響がないところ、そこがあなたの左手の位置になります。フォームで、バラバラになるのは、伸ばしすぎると、肩まで動いてしまい、ストロークの位置が変わるのが、 原因の一つになります。天秤を例えにしてお話しします。イメージがしやすくなると思います。右側の天秤は右肩関節と思ってください。左側はブリッジする手になります。天秤を動かさないようにするには、左手は上から降りてくる。そして伸ばさないイメージが、良いと思います。自分の右肩関節に影響しない形です。 そうすると肩の向きは動かずボックスライナーで振って覚えたまっすぐに振れる形になるのです肘はついても伸ばす必要はありません左手体右手は一体なので右肩の位置を最後まで動かさないのが重要なポイントになります5無意識に左手を左から差し出すようなブリッジをすると 連動して右の肩が回りますので右肩の球を振る軌道が外向きになってしまうのですせっかくできているフォームが崩れていきます左手は前に伸ばすことがある場合は肩の形が決まってからしか伸ばしてはいけないです肩の位置が決まってから左手を伸ばすと球の軌道は変わりませんが 先に左手を伸ばして構えると Q の軌道が変わります。体は一体なので左手を伸ばしすぎると連動して右肩は右に向きます。上から降りてきた左の肘の置き方ですが直立不動で先ほど出した限界の手前ぐらいが良いと思います。先に左手を伸ばしてするフォームだと体の軸が前のめりになり 右の肩にも影響が出て、球の軌道も変わるのです。先に肩の位置を決め、ストロークした。あとなら少しなら左手を、伸ばしても良いと思います。順番が大事です。重要なポイントになります。6. イノポンは、バックストロークはしないのです。肘、肩の位置ですが、 肩の位置より肘の方が上になります。球を上げずに平行に、後ろから腕を閉じる運動にしたいので、前に下に押さえつけながら、球を出します。球の軌道を変えないように、その同点に球を突っ込むように突きます。イノポンは使っている角度は映像の通り、肘が上がりブランとなっているところから、後ろから前にしか振らないようにしています。 バッククストロークはしない。後ろから鋭角に球の軌道を守るために押さえつけながらつきます手玉に当たってからは 10cm くらい出すイメージですイノポンはほとんど使う距離は 35cm なのでこの 35cm 間をいかにまっすぐな軌道でつけるかを課題にして構えています 肘がブランとなったところから後ろに手が行く。無理のない2 5センチメートルくらい後ろから。玉に当たってから前には1 0センチメートルです。合計で3 5センチメートルを起動したことになります。ほとんどの配球では球は前後3 5センチメートルまっすぐ出せば良いと思います。力加減はしますが、球をその軌道で突くようにします。 ストロークがうまくいかない人は前後運動をしているものと思います時計の振り子のような振り方をすると球の高さ軌道が一定しない安定しない動作になるので自分の思った同点がつけなく玉押しになってしまうのです右手がバックした時点では左手の視点が決まっているので球の軌道は上向きになります当然なりますよね そのまま、球を出すと同時に下に、高さが変化し、球先は踊るようになるのです。これでは、うまく動転がつけないのです。球の振り方が大事です。重要なポイントになります。イノポンのルーティーン6話までお話しさせていただいたのですが、9話まで行っちゃうと皆さんもお疲れ様なので、 本日はここまでにさせていただきます。次回では7。高いフォームは効き目で見にくくなります。左手のつく位置と密接な関係をお話しします。今日のお話で、ためになったなぁと思われた方は、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴くださり、ありがとうございました。まだまだ球を知っていただくために、 いろんなテクニックやコツをお話ししていきますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。